東三条殿後、藤原義久が創設、京都市中京区を始考時通り、鎌座西北角、藤原義久は、平安時代初期から前期にかけての苦行、藤原北家、左大臣、藤原冬継の次男。官位は、十一位、摂政大臣、増将一位、染戸の白川殿と称される。官風志号は、忠彦公、国公は、美の公。 皇族以外の人心として、初めて摂政の座に着いた。また、藤原法家前世の石を築いた存在であり、吉草の子孫たちは相次いで石棺となった。佐賀天皇に深く信任された優秀な帝臣で、左大臣に上った藤原冬継の次男として生まれる。公認14年選ばれて、佐賀天皇の御子であった、源の清姫を降下される。当時、天皇の御子が、 進化に降下することは禁じられていたが、潔び目はすでに親戚降下していたため規定の対象外であった。それでも、天皇の娘が進化に嫁ぐということは、前代未聞であり、旧世紀において、他に、この待遇を受けたのは、源の順子を降下された、藤原忠平のみである。天朝三年、淳な天皇の倉人に干せられ、天朝五年十五一下に乗車妹、 純子は皇太子、正義親王の日として、道安親王を生んでいた一方、吉草自身も天朝7年に、正義親王の東宮助に任ぜられており、正義親王に非常に親しい存在であった。また、父に引き続いて、佐賀上皇と皇太后、立花の勝子にも深く信任されていた。人志王朝に入ると、天皇の実父である佐賀上皇の天朝十年、 人名天皇の即位に伴って、十五以上、左小野江少将建造人等に除任されると、同年末までに一挙に十四位した、左小野江県中将まで昇進し、翌条は元年に三議に任せられ、苦行に列す。その後も、上は二年に十三位、県中納言、上は七年に中納言と順調に昇進を続けた。上は九年正月に肖像くらい、七月には、 右、この絵大将を兼任する。当時、皇太子には、淳な上皇の巫女である、常貞親王が建てられていたが、7月に、佐賀上皇が崩御した直後に起きた、上和の変で、常貞親王が敗され、道康親王が立体死される。これにより、吉久は、皇太子の外王子となるとともに、大納言兼左、この絵大将に昇進する。また、変により、大納言、 藤原嵐と中納言、藤原義野が失脚して、大上官の上席は、老齢の左大臣、藤原を継ぐと大納言、立花の思考、及び、佐賀天皇御子の若い右大臣、源、常の身になっており、吉房は、この辺を通じて、朝廷での影響力を一挙に強めた。上和10年、藤原を継ぐ、上和14年立花の思考が没して、吉房は、 大上官の自席の地位に上り、上は15年には、右大臣に任ぜられた。下将3年に、道安新郎が即位すると、吉房は、潔予備めが生んだ秋子を女子として受代させる。同年、秋子は、第四巫子、これ人新郎を生み、吉房はわずか生後8ヶ月で、直ちに立退しさせるが、これは、先例のないことだった。下唱4年生2位に上り、 最高元年左大臣、源常が没したために吉房は一条となる。さらに同年左この大将も兼ねる。最高4年には、つい21位、大城大臣に除任され、同居以来約90年ぶりの大城大臣としてくらい人心を極めた。またこの頃、国士兵纂の責任者も務めている。吉房には、志士がいなかったため、兄、長良の三男。 元常を養子とした。また、同じく、ながらの娘の高子を、これ人新郎に嫁がせ、時代への布石も打った。高子は、有原の成平との恋愛で有名で、これ人新郎より9歳も年上だった。文徳天皇は、第一王子、これ高新郎を愛し、これ人新郎が幼すぎることを案じて、まず、これ高新郎を立て、これ人新郎の成長の後に譲らせることを考えた。 しかし、吉封をはばかって決しないうちに、天安二年に崩御してしまい、吉封は九歳のこれ人新能を即位させた。苦行部人ではこの時に摂政に就任して、上岸六年に、清和天皇の元服と共に摂政を退いたとするが、聖史である、日本三大実録の清和天皇即位の記事には、摂政に関する記述がないことから、吉封は、大乗大臣として、 天皇を貢献したと考えられている。聖和天皇は幼少期に吉房の邸宅で育てられたので、吉房を終始深く信任していた。上岸六年冬に大病を患って、政務を知りいたことが記されているが、上岸八年に大天門の変が起こると、この年の8月19日、聖和天皇は吉草に、雪行天下の生を、雪行せしムとする。 摂生宣言の御事の利を与えた。これが人身最初の摂生である。その後、事件の犯人として、大納言、友野義雄が失脚し、事件に連座した大友氏、騎士の勢力を宮中から駆逐されることになる。法制の整備に力を入れて、上岸各式を完成させた、式は、上岸13年に交付、上岸13年順三宮を宣言されるが、 それから数ヶ月後の上岸14年9月2日皇居、去年69、没後世一位を追贈され、ただ一行と送りなされた、中期のない者は、六国氏による、藤原義房の聖母については、通説では、藤原光子とされるが、受けた正行は、以下の点から藤原義夫の聖母でもある、大場王の娘が正しいとする説を唱える。 苦行部人の店長11年上の吉房の項目において、吉房の母は大場王の娘と記され、遺説として藤原光子が追記されている。また、尊卑文脈においても、吉房の欄では母は藤原光子とされている一方で、吉代の欄では大場王の女、ただ一行動母と矛盾した内容になっている。吉代が表した、 幸福寺園2の長公会の部分において吉尚が両親のために長公会を始めたとある。この中で吉尚は自分が続けなければならないところ高齢で無理なため治療を寄付したこと、また純子が先行のために寄進したことが記されているが、これを吉尚の母親は吉尚とは同じであるが純子とは違うことを意味する。また、先妃は正直で2位に寄せられたとあるが、三つ子は 没後の増位で、十三味から小一くらいになっているので二位に除せられた、事実はない。吉草、聖は天皇ともに、舎利神皇系王子ゆかりの胸型紙を得に、信仰していたが、これは、吉草の母方が王子であったことを示す傍傷となる。なお、受け伝は、吉草の母に関する系図の改ざんは、藤原節官家がその子祖というべき吉草と、自分たちの血縁上の祖である、 三子諸世のながらが、異母兄弟である事実を不都合と捉えたことによるもので、あり、大鏡が編纂された十一世紀には行われていたとする。また、受け出説を取ると、吉封と了承及び、文徳天皇との対立の背景の一つとして、吉封と彼らの血縁的結びつきの弱さがあり、それが吉封をして外孫である、生は天皇の即用を推し進める一員になったと、返される。 ありがとうございます。